えー、冒険家の皆さん、こんにちは。えー、と、いつもはですね、あのー、ここで、えー、このカメラのアイコンとかの説明をするんですけど、ちょっと今日はもう4回目なので、えー、省略したいと思います。あそれからですね、きょうはご覧の通り、えー、沖縄の,あの竹富島というところに来ておりまして、そこで録画をしております。はいえー、さて、今まではですね、えー 事、ね、業の目標となる CDS を作って、そのバックワードデザインの考えに基づいてですね、えー、まずその評価の方法を考えてきました。そこで今日はですね、えー、その評価に合格できるためにどんな授業をしたらいいかということを考えてみたいと思います。えー、ではここからはいつも通り、えー、画面をシェアしたいと思いますね。えー、っと、ちょっと待ってくださいね。 あれ画面をシェアするボタンが出てきた。あ、出てきた。すいません。えー、っと、はい。はい。えー、ただいま、画面がシェアされたんじゃないかと思います。えー、っと、これはですね、あの9月24日の、えー、ズームのための、えー、ビデオです。この左下の方に、あ、すいません。今ちょっと隠れちゃいましたが、左下の方に、えー、はい、今出てきました、えー。ビットリーのスラッシュ3065 小文字文字字のの N 大 FG これがあのこのスライドの,あのリンクになりますので、これを Chrome のアドレスバーのところに入力していただければ、すぐにこのスライドを見ることもできます。はい。はい。えー、それではですね、今日のあの目標です。す、え、で、ー、にもう作ってもらった、その評価基準がありますよね、テストね、えー。それに合格するような授業を組み立てることができると。はい。それが1つ。2番目は、 えー、第2言語習得の大きなポイントを2つだけ説明できると。えーうん、あそう、それとですね、本当は、あの、えっ、ー、と、この2つが今日の目標だったんですけど、えー、質問でですね、あの、インターネットのピーイングっていうかな、それの質問箱というやつに、えー、行動中心アプローチの方がいいというデータがあったら教えてほしいというのがあったので、それを3つ目も、あのー、目標として入れてあります。 えーまあ、つまりこ、あの文系シラバスに対して行動中心アプローチのほうがいいという科学的な根拠を説明できるということを 3, 3番目の目標として入れたいと思います。はいうんえー、それでは早速あの、最初のトピックですね。えー、第二言語習得というのは本当に幅広い、えー、分野なんですけどあの、その中でも一番大切なことというのは、えー、このたくさんのインプットと少しのアウトプットということなんですね。 でえー、30年前にですね僕が大学生だった頃っていうのはあのメリル・スウェインっていう人のアウトプット仮説っていうのが非常に有名であの大事なのはアウトプットでそのためにインプットをするという感じだったんですけど、えー、最,終最近のです、ね、研究ではむしろですねインプットの量の方が大事だということが分かってきました、えー、でここでいうインプットっていうのはあの読んだり あの聞いたりすることですね。それがインプットです。その日本語で、この場合は日本語でっていうことですけど。で、逆に、あの書いたり話したりすることはアウトプットですね、はいえー。ただしですね、何でもいいから読んだり聞いたりすればいいというわけではなくて、えー、理解できるインプットが大事だと言われています。えー、またですね、少しのアウトプットが必要だとも言われているんですけど、これはその、実際には口に出さなくても、 あるいは書いたりしなくても、リハーサルという形で、えー、頭の中だけで行われるあのアウトプットも含まれるんですね。ですので、実際にはですね、えー、アニメだけ大量に見て、全くアウトプットしなくても、いつの間にか日本語が自然に話せるようになっているという、そういう例もたくさんあります。はい。えー、あともう一つの、あのー、第二言語処理とのトピックなんですけど、えー これは先週の評価のところにも関係するんですけど、えー、第2言語習得では、ですね、本物らしさということが、あのー、大切にされています。ですので、えー、なるべくその行動が行われる場所で見るものを教材として利用できるようにしましょう。えー、っと文系シラバスの考え方では、ですね、まだ習っていない言葉などを人工的に取り除いた、かなり不自然な教材が使われることが多いんですけど、 えー、行動中心アプローチでは、ですね限られた知識でも実際に行動できるということが目標とされますので、えー、実際の現場に近い、つまりですね知らない言葉がたくさん含まれているような状況の中で、その中から必要な,状況必要な情報を取り出すと、そういう練習が重視されています。 はい、でですねあの、第二言語習得について、もしですね、本を1冊だけ読みたいという人がいらっしゃいましたら、えーっと、ピッツバーグ大学にこの間までいらして、最近移動されたのかな、あの白井康弘先生という方の、ですね、えー、外国語学習に成功する人、しない人という本を僕はお勧めしたいと思います。で、これはですね、Kindle でも買えますので、えー、海外にいてもあのオンラインでかすぐに読むことができます。 で本の内容もですね、このいわゆる新書っていうものなので、えとても読みやすいですね、はいで。ここからですね、いくつか、えー、この本からちょっと引用してみたいと思います。すみません、いわゆる孫引きっていうものになっちゃうんで申し訳ないんですけど、はい、<laughs> これはですね、えー、アメリカのカリ,フォルカリフォルニア州立大学のジェームズ・アッシャーという研究者なんですけど、えー、彼がスペイン語学習に関して行った研究で、 えー、授業の70%は聞く活動、えー、つまりほとんどがインプットなわけですよね。で、20%はあ、の話す活動、で、10%が読み書きに費やされる、そういう授業をしたんですが、えー、この聞くとか読むっていうインプットの能力は伝統な、伝統的なです、ね、オーディオリンガル教授、オーディオリンガルの教授法のクラスよりも3倍早く習得されたっていうのがあります。で、それ自体はまあ、 当然ですよね。だって70%が聞く活動なんですけどからねでもそれだけじゃなくてですね実は話す力とか書く力っていうアウトプットの方も実はあの同じだけ、えー、オーディオリンガルの教授法で教えられた学生と同じだけ伸びたという結果が出ているわけですね、はいえー、つまりあの話したり書いたりするのはほとんどやっていないのに、えー、同,じあの同じだけ伸びてかつ えー、話あの聞いたり読んだりするインプットの能力は3倍伸びたということです。はい、もう一つご紹介したいと思いますね。えー、あこれ3つ,目の3つご紹介したんですけど、そのうちの2つ目です。はいえー、とこれはです、ね、アメリカの国防省の言語研究所というところの、えー、バレリアン・ポストフスキーという人の研究なんですけど、えー、話すことを4週間遅らせて、 懲戒を優先させたグループとあの、最初から話す訓練を受けたグループをですね、うん、比較したところですね、うん、すみません、ちょっと喉が変になってきました。うんまあ、4週間遅らせて懲戒をさせた、懲戒を優先したグループの方が総合力でも上回って、えー、話す能力はその訓練を遅らせで始めたんですけど、それでも結局ですね、話す能力も勝っていたという、そういう例も紹介されています。 つまり、たくさん話したり書いたりするよりもですね、たくさん聞いたり読んだりする授業の方がいいというわけです。えー、はい。たくさん読んだり聞いたりする方がいいというわけなんですね。すいません。<laughs> えとただしですね、あのえー、ここであの非常によくある誤解についてちょっとあの説明しておきたいんですけど、 あのインプットっていうのはさっきも申し上げましたが、先生の説明ではないんですね。えー、できるだけたくさんの,その目標言語を聞かせたり見せたりあの、あるいは読ませたりする必要があるというわけです。で、えー、実際にですねあの、その行動ができるかどうかというのが大切なので、先生の説明というのはなるべく減らした方がいいんです。で特にその他の場面でどう使うかとか。 そういう、その行動に関係がない説明はしてはいけません。行動中心アプローチではですね。えー、説明はあくまでも、その行動を支援するという目的から外れないようにする必要があります。えー、繰り返しますが、インプットというのは先生の説明ではありません。はい、<laughs> はい。ではですね、ここからは実際の授業の例についてご紹介してみたいと思います。 これはですね、あの先週の動画でもあのご紹介した、バイク用の地図を買うことができるという、こういう CDS をですね、さらに4つの CDS に細かく分けたものです。でそれぞれについて、どのようなあの授業をしたらいいかを考えてみたいと思います。はい、最初は、本屋の中で地図,の置地図を置いてある場所を見つけることができるという、こういう CDS ですね。 えとちなみにテストの方法はこのようにですね、えー、地図という言葉を選べればいいというわけです。であの地図の売り場に行ければいいので、えー、地図という言葉を漢字で書ける必要はありませんし、発音も必要ありませんので、これをどのようにひらがなで書くかというあの試験も全く必要ありません。はい、これはです、ね、非常によくあるあの学習用の日本地図です。 えー、現地の,あの各地のです、ね、名産などがかわいいイラストで描かれています。まあ、カナダではそのフェアデイーリングというのがあって、えー、こういうぼかしを入れなくても、無料の,その教育目的の二次利用というのができるんですけど、このビデオは、えー、クリエイティブコモンズにしているので、こういうふうにぼかしを入れています。えー、で皆さんが教室で使うときは、もちろんこういうぼかしを入れなくても、あのカナダはもちろん日本でも、えー、本物を見せることができるわけですね。 はいえー、っとでそれでですね、まあ、実際の授業なんですけど、もし日本語の学習者でしたら、もう普通の場合はあの、ほとんどの人がですね、これが日本の地図ということは、まあ、ぼかしがなければ、これが日本の地図というのは、えー、認識できるんじゃないかと思うんですね。それで、あのその状況で、この一番下にある日本地図、マップ・オブ・ジャパンという部分に注目させることができれば、 この日本地図という漢字がですね、マップ・オブ・ジャパンという意味であるということは、多分すぐにわかるんじゃないかと思います。でもうすでに学習者が日本という漢字を知っていればですね、えー、残りの地図という漢字がマップという、えー、意味であるということは、類推できるんじゃないかと思います。でまあ、もし仮に類推できなければ、この,マップあの地図という、あの、 かこの漢字がその英語のマップにあたる、ある、ま、英語じゃなければインドネシア語でも何語でもいいんですけど、その学習者の話す言葉に言い換えて教えてあげてもいいと思います。えー、ちなみにですねあの、クラッシェンというその第2言語習得の世界では一番有名な、多分一番有名と言っていいと思うんですけど、一番有名な研究者がですね、こういうふうに明示的に説明しても言語習得には結びつかないという主張をしているんですけど、今のところですね、日本語教育の現場では、 あまり指示されていませんあの。もう実際に直接明示的に教えるという先生の方が多分多いんじゃないかなと思いますね。はい。えー、といってもですね、明示的に、えー、あのー、教えない、明示的に教えることが特に大きな問題であるというわけでもないので、えー、あの大量のインプットでですね、あのー 何度も見せるうちに自然に気がついてくれるというのが、やはり、まあ、一番自然な習得ではあると思いますね。はい、で大切なのは、何度も申し上げている通り、大量のインプット、これを何度もするということです。はいえー、でもしです、ね、この明示的に地図という言葉を説明しない場合は、えー、先ほどのです、ね、日本地図と、あのこれ、よく見るとこ,ここが世界地図がわ、日本の地図ではなくて世界地図というのが分かるようになっているんですね。 なので、えー、これを比べて、さっきの日本地図という言葉と、この世界地図の中でどこが共通かというのを見つけてもらうのもいいと思います。えー、で地図という言葉がですね、漢字がですねたあ、もう見つけ出すことができるようになったら、こういう写真をたくさん見せて、ですね、地図という漢字を指さしてもらえばいいと思います。実際に触ってもらうとかですね。 1>, えー、で1回だけではなくて、大量のインプットが必要なので、なるべくたくさんの地図の表紙を見せて、えー、この地図という漢字を指さしてもらいましょう。はいえー、それからですね CDS は書店で地図を買うことができるということですから、それ本屋さんでですよね。えー、新聞記事の中とか、そういうあの関係ない文脈ではなくて、なるべく本屋で売っている地図の表紙などをたくさん見せるといいんじゃないかと思います。 でこういう練習をしていくとですね、えー、これは前にもお見,せしお見せしたテストですけど、こうしたテストでも正解ができるようになるんじゃないかと思います。えー、こあなたは地図を探しています。どのセクションに行けばそれが見つかりますかというふうに書いてあるわけですね、ここでね。はいえー、さて、ここまでの注意点をまとめると以下の3つですね。えー、できればあの本物の地図や、えー、せめてその画像などを使うといいですね。 えー、そしてそれと同じことなんですけど、えー、まだ習ってない言葉がたくさんある中で何らかの行動をするにはですね知らない言葉の中から知っている言葉を見つけ出す能力というのが必要なんですねでそのためにも必ずまだ習ってない言葉も入れるようにする必要があります入れてもいいよじゃなくて入れなければいけないというふうにご理解ください、えー、しかしその上で、えー、必要がないことは教えないということも忘れてはいけませんね えー、じゃあ何が必要ないのかというと、えー、例えばこういうことです、えー。言語を出発点として考える文系シラバスではですね、よくこういうテストを見かけるわけですね。しかしあのこの例の1番とか3番の言葉を本屋さんで見ることってはないですよね。えー、ですのでこういう1、2、3の中から2番目を選ぶという能力は育てる必要がありません。 えー、育てる必要がない以上はテストに出す必要ももちろんないわけですね、えー。それからですね、地図という言葉の発音もここでは教える必要はありません。えー、学習者に質問されたらですね、もちろん、えー、教えてもいいとは思います。ただあの、うん、目で見て地図の売り場を探すだけだったら発音は必要ないので、えー、教える必要はないわけですね。わざわざあの教えてもいいけど、教えなければいけないというわけではありません。 で大切なのは CDS に書いてある行動を、えー、行うためにその知識が必要かどうかということですね。えー、ただしですねあの、目で見て探すだけのときはもちろんこれでいいんですけど、本屋の店員さんに質問することも CDS に入れている場合は、もちろん地図という発音を教える必要がありますね。えー、それからですね、この学習ストラテジーとか、えー、そういう問題になるんですけど、学習者の中には、 耳で聞かないとその言葉を覚えられないという人もいるんですね。その場合はもちろん、えー、地図という発音を教えるのはとてもいいことだと思います。えー、で学習者が社交的でですね、あの漢字を読む練習よりも、店員に聞いた方がいいという場合は、このロールプレイなどでそういう練習をするのもいいと思います。はい、でロールプレイのような会話の授業は、えー、来週のですね、 ビデオでご紹介したいと思います。はい、ではその、さっき4つに分けた CDS のうちの2番目なんですけど、えー、これはです、ね、ツーリングする地方の地図を見つけることができるという CDS ですで。ここではです、ね、仮に東北地方に旅行する予定だと、えー、仮定してみましょう。えー、これは先週,あの先週ご紹介した評価の方法をもう一度ご紹介するんですけど、 こういう地図の表紙の中から東北という文字を見つけることができれば合格なわけですね。はい、であの先ほどと同じように、ですね、こういう日本語と英語がペアになっているものを用意して、どれが英語の東北にあたる地図なのかを見つけてもらえればいいんじゃないかと思います。もうさっき、ですね、このマップという言葉が、えー、覚えてもらっていれば、この地図というのが覚えていれば、もう片方の東北という漢字が。 あのこの漢字がこの東北であるということを、えー、気が付くのはそれほど難しくないんではないかと思いますねはいそのその後は先ほどと同じように、えー、東北の漢字をたくさん見せて指さしてもらいましょうはいここにもありますよねはい、えー、ここにもたくさんありますでここまでは全部その英語の,あの表記があるのでわからない人はほとんどいないと思うんですよね で、えー、こちらには、えー、英語の表記はありませんが、もうこ,こ,もこれまでですね、もう10回以上東北という漢字を見ているので、えー、英語がなくても、まあ、あの普通だったら見つけられるのではないかと思います。で見つけられなければ先ほどの東北の漢字を見せ,見せて、えー、それを見ながら比べながら探してもらってもいいと思います。えー、これもですね、同じように指さしてもらいます。 この中にも一つ、東北の感じがありますよね。はい、でもう一度テストをお見せしますが、えー、これがですね最終あの先週、ですね準備した評価方法です。ここまでやれば、ですねこうしたいろいろな地図の中から、東北地方の地図を見つけることはもうそれほど難しくないんではないかと思います。はいでは、これ3番目の CDS なんですが。 地図の値段を知ることができるというものですね。えー、でこちらが、あ、ちょっとすみません、下の方が見えないですね。はいえー、この CDS ができたかどうかを確かめるテストになっています。はい、あの下の方に、えー、価格が書いてあるのが見えると思いますね。ここは、えーと、これらの地図はいくらですか、安いのはどっちの方ですかというふうに書いてあります。 えー、で商品の値段を知るのはです、ね、実はそれほど難しくないんですね。なぜかというと、大体漢字ではなくて、えー、このアラビア数字で書いてありますし、えー、日本の商品の場合は、数字の後に円という漢字があれば、えー、それが価格のマーカーになるわけなんですね。この場合も、もちろんその、えー、この漢字を円と読めるかどうかは教える必要はありません。 で、まあ、好奇心の高い学習者なら質問してくることもあるので、その場合はわざわざ隠す必要もないですけど、あの読み方は試験には出ませんとかですね、そういうことも言っておくといいんじゃないかと思います。はい、えー、これも下の方に価格が書いてあります。で、えー、もちろんですね、その値段を日本語で言える必要もありませんし、えー でその場合は、例えば英語とかフランス語とかですね、学習者の言葉で言ってもらうか、あるいは指さしてもらうだけでもいいと思います。はい、この中にも、えー、価格が書いてありますから、指さしてもらえればいいですね。はい、えー。ちょっと見にくいですけど、上の方に価格が書いてあります。はい、で中にはですねあの、このように地図の表紙に、あの 多くのの数字が書いいてあるそういうものもあるるそううももんですねでこの中からどれが価格なのかそれを見つけることができれば大体他の地図でも価格を知ることはできるんじゃないかと思います。えー、これは先ほども申し上げましたけどこの部分の CDS は地図の価格地図の値段を知ることができるですから書、えー、けるようになる必要はありませんし発音できるようになる必要もありません。 えそれからキーボードで入力できるようになる必要もありませんし、えー、例えば円と門というこの似ている2つの漢字の区別ができるようになる必要もありませんなぜなら地図の表紙にですね2500文、えー、という表示がある可能性はほとんどないからですね、えー、じゃあ今日の最後のトピックです、えー、文系シラバスに対してその行動中心アプローチの方がいいというその 理由としてですね、えー、こういう、あのー、研究論文も出ています、えー。つまり2つの教え方を比較すると、実際にです、ねえー、行動中心アプローチの方が口頭でのやり取り能力は高かったという調査結果があるわけなんですね。で、これは例えばですね、まあ、もう当たり前なんです、あのえー、例えば、まあ、これはですね、丸ごととあのみんなの日本語っていう教科書をあのー 同じコースで、えー、使っていて、それが変わったときにその、丸ごとに変えたらどうなったかという試験なんですね。でこれが例えばあの、一つの動詞を挙げてですね、この動詞は第一グループですか、第二グループですか、第三グループですかとか <laughs>、そういう質問をしたら、もちろん、えー、みんなの日本語の方がいいと思うんですけど、えー、そういうあの行動に関係ない知識は教えないで、えーま 行動中心アプローチでもそれは結果的には分かるようになるんですけどね。えー、ですけど、何ができるようになるかで測れば、それは当然行動中心アプローチの方が点数は高くなるというのは当然だと思います。はい。うんえー、それではですね、えー、ここでですね来週までの課題について説明したいと思います。えー、来週までの課題はありません、えー。ということで皆さんおめでとうございます。<laughs> というかですね、はいえー、一息休んでいただければと思います。 まあこれには理由があってですね、えー、今回はその文字を読む CDS に関する授業の例をご紹介したわけなんですけど、えー、皆さんいろんな CDS リストを作ってくださっていて、中には文字を使う CDS がない人もいらっしゃるんですね。それで来週はあの会話の授業をご紹介しますので、今週と来週の2週間で一つの課題としたいと思います。はい。じゃあその2週間で、その再来週までの 課題としてどういうことがあるかというとですね、えーあのまあ、来週、その会話の教え方をご紹介しますので、えー、その後で皆さんにあの教案のようなものを作っていただきたいと思います。えーまあ、CDS によってはですね、会話しか必要がない場合もありますから、その場合は、もちろん今回の文字に関する教え方の教案は必要ないわけですね。えーうん 今日扱った内容に関する教案を作りたい場合は、まずはそのバックワードデザインのですね、えー、考え方に基づいて、もう、あの、評価方法っていうのは作っていただいていると思いますから、あいまあ、多分この動画を撮影している時点では、今皆さんが評価方法を作っていただいていると思うんですけど、えー、その評価方法を作った CDS の中から一つを選んでいただきたいと思います。 でそしてですね、その評価に合格できるための授業を、えー、考えてくださいで。そのためにはですね、必ずこの,あの以下の3つですね、今日の目標、大量のインプット、少しのアウトプット、この3つは、えー、必ず入れてください。で提出はですね、えー、Google スライドとか、あるいは PowerPoint のようなプレゼンテーションとか、あるいは文書で、えー、お願いしたいと思います。 で、文書であの共有してくださる場合は、先生が何をするかではなくて、えー、学習者が何をするかを書いてください。で、えー、提出方法というかですね、共有方法はいつも通り Slack のチャンネルでお願いいたします。はい、最後に参考文献としてですね、えー、あのこの動画でもご紹介した、えー、白井先生の第2言語習得の本とですね、えー、同じく第二言語習得なんですけど、 日本の英語教育の分野でどのように応用されているかっていう、えー、そういう本もありますので、あのこれもとても、えー、役に立つと思います。でもう一つですね、こちらはタスクベースの英語指導で、あのタスクベーストラングェージティーチングなどで TBLT と呼ばれることもありますが、えー、これはですねあの、行動中心アプローチとはあの、ちょっとだけ違うところもあるんですが、基本的にはもうあのほとんど同じと考えていいです。えー、ですので、 えーうん、この行動中心アプローチの考え方にあの近いものがあの書いてありますね。はい、はいえー、それではこの後ですね、えー、Zoom の話し合いがありますので、えーうん、ぜひ、えー、Zoom でお会いしたいと思います。はい、それでは皆さん、よろしくお願いします。 えっとちょっと待ってくださいね。はい。えー、っと、ここで録画を終了させていただきます。はい。それでは、ズームでお会いしましょう、皆さん。沖縄から失礼します。